1.6 リッタークラスのタイムアタック。まず土屋選手の CRX-SI がコースイン。 CRX のライバルジェミニ WZ ハンドリングバイロータスは中谷選手がドライブする。 CRX に搭載のおなじみホンダ ZC 型ツインカブは電子制御のインジェクションを持ち130馬力を発生する。次に中谷選手のジェミニインプレッション。エンジンがねすごくいい感じですね。でギアの配分も美味しいとこを使ってて、でデブリミッターがね8500ぐらいで効くんですけど、そこまでパワーあんまり落ちないし、すごくよくできてる感じですね。 1.6 リッタークラススタート。スタート直後からジェミニが CRX を大きくリードしていきます。CRX エンジンが不調のようであります。足回りにはそれほどこう不安もないし、ただなんかエンジンがね不調みたいな感じで、本当だったらもっとこうホンダのエンジンだからね調子いいはずなんだけど。ジェミニリードのままファイナルラップの最終コーナーに来ております。おっと CRX はスピン。 CRX の車載カメラで見てみましょう。あそこ全開でいくじゃん、最後の高速コーナー、うわーっと全開でいってブラッと踏んだんだけど、うわーすごいうわーだってもうサイドブレーキ。最後の最後でのスピンのためにこの対決はジェミニが大きくリードしてゴール。あれシングルカブ？ツインカブですね。1300？ 1600。ポリポリポリ。おかしいね。おかしいよあれ。ロータスにマクラーレンが負けちゃったもん。これはおかしいよ。仇を取られたね。